こんにちは、リョークバーバです。今回ベレー帽をね、試作して完成させました。で、使った糸はこの間サンキさんで買った爽やかラメ22というピンクの糸で編んだんですよね。で、これをね、2個半だいたい2個半使ったんですよね。だから3個買っていて正解でした。ちょうどね、買った個数が3個でした。そして2個半で編み上がったんですよね。でもね、なんかね、自分で納得いかなくて、ここ編み始めのここがね、なんかぽっこりこう浮いたような感じで、こう増やし目をね、増し目をしながら編むじゃないですか。何段かね、だいたい半径で 13.5 から14センチの間で測ってね、そこぐらいまでこう増し目しながら丸くこう模様編みの円を編みながら、13、4センチまで編んだところで増減なしでまた編んでいくんですけど、その円を編んだ時に普通円やだからまん丸で、半分に折ったらちょうど半径ね、半円になりますよね。だけどこう見たら分かる通り、まっすぐしてないんですよね。例えばここの線、ここの線にこう合わせても、こっちがね、片方がちょっと一模様ぐらいね、なんか少ない感じするじゃないですか。こうなったらこうかぶった時になんか余裕がないというか、出来上がってはいるんですけど、うちの持っているマネキンにね、頭にかぶせながらね、編み上げたんですけど、まあ私自身が納得いかなくて、これをね、また解いて編み直そうと思ってるんですよ。ここら辺もね、ボコボコってした感じで、段ごとにね、一目ずつずっと増やしてるんですよね。8模様あるんですけど、段ごとに一目ずつこう増やして編んだんですけど、増やし目の数が足らなかったみたいで、ちょっとね、もう本当に納得いかなくて編み上がったんですけど、解きます。そしてね、今また編みながら編み図をね、こんな感じで起こしてるので、編み上がってしまって完璧にこう皆さんにね、こうお伝えできるようになるまで綺麗に編んで動画をアップしたいと思ってるんですよ。そして残っていたね、2個半のうちの半分残っていたので、ちょっとまた編み図で編んだら、なんとなくこうこっちとしたらね、こっちのベレー帽編み上がったのとしたら、こう真ん中ら辺もね、こうすっきりしてるし、こっちとしたらね、やっぱりこっちの右が今編んでる方がすっきり見えるので、こっちの編み方で編もうかなと思って、ちょっとしたことでね、こんな感じで全然変わってくるのでね、目数は一緒なんですけど、針を入れるところをちょっと変えただけで、すっきり見えるようになりました。それで一応またこれを解いて編み直そうかなと思っています。だいたいこう半分に折ってちょっとこう跳ねた感じぐらいの方が、こう今までこう編んだ中で編んでマネキンにね、かぶせた状態でしたら、こうまっすぐの半径のまっすぐのね、線上よりもちょっと跳ねた感じかな、出来上がりがね。そんな感じで今までこう編んでいるので、あまりにもね、今回編んだ帽子、ベレー帽が真ん中はもちろんボコボコしてるんですけど、同じね、こう8模様ですけど、なんか自分でね、納得いかなくて編み直そうかなと思いました。で、こっちは編み上がったのは1目ずつ1模様でね、1目ずつ増やしてるんですけど、こっちはね、2目ずつ
特報は一目ずつ増やしましたけど、今編んでるのは一模様で二目ずつ、段ごとに二目ずつこう増やしたらこんな感じでね、ちょっと反った感じですけど、こんな感じで仕上がりました。仕上がってるので、この状態で編み図もちょっと書き、編みながら書き加えながらね、仕上げようかなと思います。せっかくねこう編んだので、解くのもったいないんですけどね、でも自分がね納得しないとこう嫌じゃないですか。だからこれはほどいて編み直そうかなと思っています。ここねポコってしてるからね、あのアイロン蒸気当ててちょっとピタッとなるかなと思って当てたり、アイロン当てたりしたんですけどね、やっぱり無理ですね。針を入れるところがちょっと今編んでるのとはちょっと違うので、やっぱり直らないですね、アイロン当てても。だからこれはちょっともう仕上がってるんですけど、解こうかなと思っています。また新しくね解いた糸で編み直して完成させようかなと思っています。ただそれだけの動画です。今回はこうね、ちょっとでもこう編んでもらうためにこんな感じで、あの目数も増やしたりね、こうすることでちゃんとしたこう納得のいくねベレー帽ができるから、そういうところもねちょっと分かってほしいなと思って、今回ちょっと動画にしてみました。また編みながら、ほどいてしまって編みながらの図を描きながらね仕上げようかなと思います。やっぱりせっかくね編むからには自分が納得しないとね嫌じゃないですか。だから今回はほどいて編み直してちゃんとしたね納得のいくベレー帽を編みたいと思います。では今日はねこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。